え、日曜日ゲーム2です。75対101、名古屋外国籍一人で、ゲームでした。どうなってんだ、これ。クラークが四ついでいなかったんです。はい、もう、天結酷使するしかありませんでした。はい。はい、というわけで、勝った名古屋側トップスカラー、レイパックスジュニア23得点。続いたのがエサトン21得点、張本15得点となっております。エサトン14リバウンドでダブルダブルを記録しております。三河川トップスコアラー、ユトフ24得点、続いたのが西田13得点、隅野が11得点となっております。はい、どうぞ。いや、名古屋のディフェンスがめちゃくちゃ良かった。なんか、名古屋今シーズン非常に得点成績いいし、この日も本当に得点良かったんですけど、どっちが良かったって言われたらディフェンスの方が良かったって答えるかもしれないかなってぐらいしっかり守れている。で、三河側もちょっとゆるりと入ったかなっていう感じはあったし、水曜の繰り返しでこれ繰り返すと CS 権逃すかもしれないですよっていう感じの良くない立ち上がりだったと思います。君和さんのコメントも見に行ったんですけれども、こういったところでの選手がリラックスしすぎてしまっているっていう状況っていうのは絶対にどこのチームとはあると思うんですけれども、でもやっぱり上位を目指すならそこを締めて勝たなきゃいけない試合、有利だろうって思ってる試合で落とすっていうのはなくしていかないと CS 権逃しますよっていう感じをすごく感じました。まあ、ただ気合い入れてしっかり守りきった名古屋が偉かったです。困ります。まあ、もちろん、ね、名古屋は選手一人、ね、外国人一人っていうところで、俺たちがやらなきゃって意識は持ったと思いますね。うん。ワース・スミス、俺やろっていうツッコミはなしでいきましょう。はい。本当にゲーム決まってから2分なんで、これ。はい。ワース・スミスは実質的に使ってないのといえば同意義なんで。いやー、でも三河これ勝たんと本当ダメですよね、うん。まあ逆に名古屋はよく勝ったなと思います。うん。やっぱ天傑は使ってなんぼだね。うん。代表だよ。うん。いやでも結構デニスさんが酷使する感あっていいですね。天傑もっとバジボコ外国籍に当てていいっていう感じを分かってるんで、はい、いいと思います。まあ三河には掛け軸で油断大敵と書いときましょう。